こんにちは、吉田さん。旅を楽しんでますか？今はね、BMW でパーッとホテルにつけて、で、いい部屋も泊まれるし、ご飯も美味しいし、いいですよね。で、私もね、この5年、6年、旅をしてきて思うんですけども、以前はね、六本木ヒルズに行く時でも日帰りだったんですよ。朝一発目の6時のに乗って、行ってですね。で、帰るのは5時ぐらいには、ちょっと途中で退場して、7時のに乗らなければもう、その日のうちに帰れないみたいな感じで、宿泊費も捻出できなかったんで、そんな感じでとんぼ返りでした。でも今はね、時間もあるしお金も十分あるんで、ゆったりとした旅が楽しめるんですよ。で、特にね、私が家族、親を連れて行った時ですかね。特に全部私が持つんですけども、もう部屋もね、いいところを取ってあげれて、本当に良かったなと。で、とっても贅沢すぎるとか言ってたんですけども、でも今までのケチケチ旅行、節約旅行には味わないような思い出が残ったっていう風にね言われてます。今でもだから、いいホテル泊まったよねとかね、楽しかったよねとかね、本当にちょびっとだけお金に歯止めをかけないで旅を楽しもうとすると、こんなに変わるんだなっていうところと、やっぱり自分自身がそういった旅ができることが今誇らしいですよね。で、それからというもの、私の両親もね、ちょっとだけいいところに泊まろうっていう風な考えに変わったみたいで、ちょっとだけ経済を動かすのに貢献したかなというふうに思います。やっぱり泊まる時でも2部屋とかね、3部屋あるところで、寝るところと起きるところと、ちょっとね、私が朝のライブ放送するところと分けれるわけですよ。特に寝室、寝るところっていうのは窓が1個もなくって、本当に真っ暗になるようなところが取れたりとか、あとはね、一戸建てみたいなね、旅館に泊まって室内温泉があったりとかね、そういうふうな伝統的な昔からあるナンバーワンの5つ星ホテルとかに泊まれるようになったのもすごくいい思い出だったなと思いますし、何もかもね、お金をかければいいってもんじゃないんですけども、でもやっぱりこう、お金をかけることによって選択肢がぐーっと広がってね、最高のサービスを体験していただけるようになったかなと思うんですよ。いや、本当にね、この前、一昨年だったかな、島根県に行った時にうちの両親が非常に喜んでいたのは、食事をするところもね、専用のスペースを借りて、そこで、お付きの方がね、3人とか5人とか来てくれてサービスをしてくれたりとかね。だから、もう何、食事会場じゃないわけですよ。もう完全に個室、しかもそれは食事専用の個室にこう招いていただいて、しかもその個室ってのも限定でしかないんで、だいぶ前から予約しないといけないんですよね。で、そこにしっかりとお金をかけれたなっていうのも、本当生きてるうちだけですからね、どう言っても、あとは生きてるうちの上に健康であるっていうことも大事で、その贅沢を楽しめる余力があるうちに、やっぱりそれを味わっていただきたいかなと。いずれ人間は不自由になりね、死んでいくんで、生きてる時だけだと思います、墓まで持っていける金はないですからね。だから全部この世の中に使い倒していきたいなと思うところでございます。旅を楽しんでますか？じゃあ、ナミさんによろしく。